76.5 FM. Waku Waku Morning. Entertainment Topics.はい、時計の針は8時25分を回っています。月曜日といえばこの方です。おはようございます。スワスワスワッとスワヒロミまでー。はい、ということでございまして、スワヒロミさんです。おはようございます。いや、やはりスワヒロミさんはすべての空気を吹っ飛ばしてくれるいい流れを持ってきてくれますね。はい、今朝はちょっと私どんよりとした空気が漂う中でお届けしておりましたけども。そうなんですか。いや確かにね、今朝のね、空を天気もねありましたかね。そう、漂う雲はね、なんとなくドヨドヨしてますけれども、こんな曇り空は吹き飛ばしていきたいですね。はい、吹き飛ばしましょう。はいね。さあ、ということでね、ひろみさん、ちょっと近況をお話しください。近況ですか。今日私あれなんですよ、朝結構長野県内冷え込みまして、上田も寒かったんですよね。多分今季一番の冷え込みだったんじゃないかと思うんですけれども、駅のホームのところにね、温度計があったんですよ。で、温度計の温度が2度ですよ、2度。いやー、このままね一気に寒くなるわけじゃないと思うんですけれども、あー、ついに来たな、冬の気配っていう感じがしまして、で、朝起きた瞬間やっぱりこう体感温度も寒かったので、一枚ね羽織物を探してたんですよね、何着てこうかなって。で、そうしましたら、この間私が A の部屋と B の部屋をこう交換こしたがために、私の今時期着る服が見つからなくて服がないみたいな、探せないみたいな状況で、黄色のなんて言うんでしょうね、薄い、すごい薄い、こうなんかシャカ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 ってした、はい、レインコートみたいなのを着てきたんですけど、これしかなかったんですよ朝。なるほど、そういう状況があったわけですね。いや、黄色、本当だ。本当にこれまで黄色って言われて、そんなに黄色のもの見たことないってぐらい黄色。はい、保育園児のね、保育園児のレインコートみたいな黄色、いいですね。うん、これしかなかったんですよ、服が。でも可愛らしいですよ、すごいパステルカラーのね。でもこんな黄色着てる人ね、今時期いませんよ。いや大丈夫です。もうひろみさんはね、この放送始まってから私まあ始まってっていうか、私が担当になってから8年以上経ちますけどね、はい、どんどんアンチエイジングになってすいません、もうどんどん子供に帰っていくみたいなね。子供に帰る、それはいい、帰ろう、いいのかわからない。まあでもね、本当いろいろありますけど、ちょっと気持ちの切り替わることはね、一つきっかけあればね、変わっていくでしょうから、うん、またね、はいはい、ひろみさんみたいにね、ちょっと素敵な色選び。いやだから家にこの黄色の服があるっていうことがねあれなんですけど、でもね、買った分、購入したのは10年以上前なんですよこれ。で、なんとなくこう綺麗なパステルカラーが流行った年に、どれがいいかなと思ったんですよね。で、子供の頃ってこういう黄色って本当にクリーム色みたいな、シャカシャカコートなんですけど、はいはい、なんかこういう、うん、でもこういう色を黄色を着るの嫌だったんですよね、うん、でもちょっといいかなと思ってふざけて買ったのがこの黄色いシャカシャカコートです。今朝これしか見つからなかったんですね、はい、ちょっとした事故ですけど、すいません。いやいや全然いいですよ、可愛らしくて、秋なのに、ね、本当に、はい、さあということ で、ね、芸能ニュースいきましょうか。芸能ニュースね、ひろみさんへのリクエスト、はい、今のうちに送ってくださいよ。なんかね、ひきちゃんも、はい、ね、紅はるか最高、あ、これ違うわ、もみじお願いします。芋ですよね、きっとね、芋、美味しい話ですね。ちょっと後で読もう、もみじ、はいはい、もみじお願いしますね、はい、もみじなんだろう、もみじなぜ泣くのって浮かんできたけど、カラスです、それカラス、うん、ね、はい、ということで芸能ニュース、はいはい、ひろみさん紅白出場ならず五木ひろしさん、まああれだね、区切りをつけたってことなんだろうな、きっとな、NHK が数日前通達というね、本人がコンサートで明かした。演歌歌手の五木ひろしさんが今年の大晦日の第72回 NHK 紅白歌合戦出場しないことが分かったと。1971年に初出場して以来記録していた50回連続出場は歴代最多。2013年の北島三郎さん、2015年の森進一さんに続き、演歌界の大物がまた一人紅白の舞台を去ることになると。
ということですね。ちなみにね、紅白出場回数のランキングなんですが、1位が五木ひろしさん、北島三郎さんで50回、はい、まあ半世紀すごいことですね。すごいですね。並んでおります。あと森進一さんが48回、石川さゆりさん43回、うん、石川さゆりさんもまだまだ行くぞって感じですけどね。行きそうですね。あと細川たかしさん、和田アキ子さんが39回、島倉千代子さんが35回、小林幸子さん、郷ひろみさんが33回、坂本冬美さんが32回。うわ、ね、そんなに多いんだ。坂本冬美さんってそうなんですね。ですね、やっぱ NHK の貢献度もあれでしょ、ファンの方も多いですからね、坂本冬美さんね。そうですね、はい、ということでございまして、五木ひろしさんは紅白出場ならない、なんかちょっと寂しいですね。寂しいですね。でも新しい方、どなたが出るのかがまたちょっと本当楽しみですよね。そうですね、うん、まあ、私自身も母親がね、五木ひろしさんの大ファンで。あ、そうなんですね、うん、まあ、小さい頃からファンでしたけどね、うんうんうん、まあ、ファンといっても何をするわけでもなかったですけどファンだというのは聞いておりましたけどね。なるほどね、はい、はい、まあ、はい、一つの区切りでより良い紅白にね、そうですね、また生まれ変わってきて、それで、はい、あの紅白の司会者もいる、今誰になるのかってね、内村さんがまあやる気を見せてるっていう中で、まあ、高視聴率をずっと獲得してるってのもありますけどね、はい、サンドウィッチマンさんっていうね、ほー、あの声もあったりとかね。サンドウィッチマンさん、あのサブチャンネルの方でずっと毎年紅白ね、うん、あの担当してくださってましたけどね、どうなるのか、ね、そこら辺も楽しみですよね、はい。他にはですね、消えていく演歌っていうね、まあ、いろいろと紅白歌合戦の仕組みについても結構載ってるなまあ演歌が消えるっていうよりもやっぱり求められる曲が残っていくっていうのはしょうがないことだと思うんですけども、微妙ですよね、うん、本当にね、テレビを見てくださる世代、あとほらでも取り込みたい世代とかいろいろあると思うんで、うん、そこはもう微妙としか言えないですよね、うん、時代の流れなんですよね。 NHK さんがほらどこに着眼するかっていうね、今こう壊し調律とかいろいろ言われるじゃないですか、うん、ね、そうですよね。でそこはやっぱ民放はあの CM を取っていくっていう意味では必要になることですけどね。そうですね、要するにあのお金を出してくれる企業様が求められる、はい、まあ、ニーズがここにありますよっていうのが示せるのが高視聴率だとすると、うん、そこにこだわった番組制作をしないと CM を出してくれる企業は少なくなるわけですから、うん、そうですよね。民放はしょうがないと思いますけど、うんうんうん、NHK さんが今後どういう判断をねされていくかっていう ね、その幅広い世代に受け入れられる紅白っていうのはどこに置くのか。そう、でもそうは言いながらも視聴率の基準が民放に合わせた基準になっていくってなってるとは思うんだけど ねなっていくっていう中でやっぱ高視聴率を意識しないわけにもいかないし、それはあると思う。これはね難しいね。だからこういう議論が進むようになると松本人志さんがね早くねそういうような話してましたよね高視聴率は取れてるから終わらないんだみたいな話されて何のことだってみんなポカーンと、私も含めて、いやもう気づいてる方は気づいてたんでしょうけどね、うん、でも私なんかポカーンとしてるだけですから、それを口に出しちゃうあたりがねやっぱすごいですよね。すごいですよね、はい、それでそういうことだったのかってここ数年ようやく世の中が追いついてきたみたいなねいうところがありますけど、まあちょっと寂しい話題ではありますよね。そうですね。でまあ五木ひろしさんを NHK であのレギュラー持ってますし、これからもね、うん、まあ、あのすごく活躍していただきたいなと思いますよね。そうそう、 BS でもねたっぷり聞かせてくれる番組やってますから。あれでもだって普通のチャンネルでも五木ひろしオンステージみたいなねもうみんな中身集めてどんどんどんみたいなのね、ありますからね。これからも活躍していただきたいなと思います。はい、日本のセーフティーングランプリに山本リアさんが選ばれたね、また可愛らしい人がやってきましたよ。そうなんですか、はい、あら気になるわ。8時34分山本さん、佐久市岩村田文政館、山下新聞店、信濃毎日新聞をはじめ朝日毎日日経産経などの全国紙、各スポーツ紙、佐久市民新聞をお届け。当店オリジナルサクサク瓦版も手書きで本和歌発行中、 67-2243 文政館山下新聞店まで。さあ時計の針は8時35分を回っています。中村哲郎と須磨ひなみがお送りします。ワクワクマーニー。はい、はい、ナス単身さん、ひろみさん、哲郎パパさん、リスナーの皆様、今年一番の冷え込みの朝、先週木曜日から開催した人生初の個展、彫刻刀で描くモノクロームな世界、本日最終日です。いや無事開催おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おたまじゃくしさん行ったんですね、名古屋に。愛知県に三原のひろみさんのサプライズ、うん、八王島のきょんさんと恋人ちゃんご来廊くださりありがとうございました、うん、ね、ラックブランの掛川店長が素敵なプレゼントっていうね、うん、
明日ちょっと聞いてみようかな。明日生放送ありますからね、海岸ですよね。地元新聞に取り上げられたので、一般の来廊者、さらに全く通りすがりの観光客の方、商店街の方々、町内会の方々、そして一緒に版画を頑張ったクラスメイト、版画クラブの諸先輩、まだまだ書ききれない皆さん、本当にありがとうございましたということで、まあ今日は最終日で15時まで、これまで188名の皆さんご来場、ご来廊か、作品を見ていただいたたくさんの手応えを感じています。最終日頑張ってきますというね、頑張ってほしいですね。頑張ってください。はい、ひろみさんどうですか、夢をつかんだ。そうですね、ナスタンシーさんの一言、本当に一歩一歩こう、しっかりとあの地に足をつけて頑張ってらっしゃる単身さんって素晴らしいと思います。本当にね、はい、遠くから無事に開催されることを願ってましたけれども、ちょうどコロナのね、あの収まった時期でもあって、たくさんの方にね見ていただけてね、よかったですよね。今日最終日ということで、はい、ね、いい一日送ってくださいね。そしてまた次にねつながるような多分回になったのかなと思いますから、はい、はい、次も頑張ってください。さあ今日のワクモニクイズ、追い込み、さつまいもや椎茸の間にある食べ物って何？ひろみさん分かった？今日はね、あの朝のクイズも分かんなかったから、今日は分かんない日だと思ったらやっぱり分かんなかったです。そうなんだ、はい。三原のひろみさん、おはようございます。中村さん、諏訪さん、はい、金曜日はおたまじゃくしさんと名古屋駅で待ち合わせ、那須単身さんの版画展を見てきました。よかったじゃない、ね、すごいすごい。もちろん単身さんには行くことを内緒にしていました。サプライズ、早めに行きましたが、単身さんが一つ一つ詳しく説明してくださいました。どれも本当に素晴らしい作品で感動。ランチは単身さんが教えてくれた店におたまじゃくしさんとギャラリー近くのあんかけスパゲッティを食べに来ました。あれいいじゃないですか、これは一番心躍るな。私も踊っちゃった、ちょっと。いや、本場のあのあんかけ、ここが美味しいよって言ってみたいよ ね、 ねえ、初めてあんかけスパを食べましたが美味しかったです。美味しいんだろうな、今日は個展の最終日、時間ある方ぜひ行ってみて、本当に素晴らしい作品ですからっていうね、三原のひろみさん、ね、おたまじゃくしさんも同じような感じだな、うんうん、金曜日は彫刻刀で描くモノクロームな世界を、作品を丁寧に解説していただきながらゆっくり鑑賞させていただきました。すがすがしい気持ち、ナスタンシーさんありがとうございました。しけみちの屋根神様、三原のひろみちゃんと散策楽しかったです。ひろみちゃんありがとう。土曜日はさつまいもの収穫、昨日は玉ねぎの苗を300本植えました。すごいすごい、ひろみさん毎回素敵な歌声、朝からパンをいただいています、はい、生歌リクエスト、雲の塾をお願いします、はい、というね、ことですね。ありがとうございます。あと星バーバさん、リクエスト曲は飾り船をお願いします。あ、はい、ありがとうございます、ね、もうどんどん来てるな、はい、ありがとうございます。正解発表はね、あのちょっとひろみさん申し訳ないですけど、8時40分の枠でささっとさせていただきたいと思います。はい、さつまいもやしいたけの間にある野菜食べ物って何、さつまいもやしいたけの間にある食べ物って何ね、なぞなぞの参加もお待ちしております。はい、お待ちしてます。あとはね、ビールが命の母 A さんとかキキちゃんさんとかね、ギリギリ送ってくれてるのも、あーなんか八王子の京さんも読んでないなあれ、まこちゃん今日来てないのか、ね、さっき見たような、見なかったような、見たような、来てんな、わくもにクイズだけあんなこれな。あ、そうなんだね。はい、ということで皆さんの参加お待ちしてます。登山電車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱野温泉ときわ館、1年を通して季節の企画満載、地元東新地区限定お得なプランもあります。詳しくは時和館ホームページか電話 22-0516 まで。諏訪ひろみのシングソングサクダイナー、風に舞い上がる白髪の花、どんなに涙止めどなく流れても飛び諏訪ひろみのシングソング作題だ。登山列車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱野温泉常盤館の提供でお送りします。今日も元気に諏訪ひろみさんです。おはようございます。諏訪諏訪諏訪と諏訪ひろみマンデーの諏訪ひろみです。よろしくお願いします。はい、ひろみさんよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ひろみさん、はい、まあいろいろとね、あの時和館さんの人の流れが出てきたようでね、よかったですね。そうなんですよ、本当にね。でもね、社長からの情報届いてますね。はい、紹介していきたいと思いますよ。時和館情
時和館の花岡です。ということで社長、情報いつもありがとうございます。ありがとうございます。情報その1、国産松茸がもう終わりです。いや松茸ね、美味しかったですね。もう終わりです。あ、もう終わりなの。はい、国産松茸はこれ地元のものまでもう終わりだそうです。ね、今っていろんなところの松茸さんがスーパーなんかに行きますと並んでるのですごいなと思うんですけれども。いやだって松茸今回2回食べたもん。よかったですね。よかった本当に、ね、まだまだ行っちゃうかって思っちゃってる。うん、地元の南愛媛とかほらあっちの辺とまだ出てるから、ね、そうですね、場所によってね、うん、違うので、うん、まだね楽しめる方もいらっしゃるかと思いますけれどもね、本当に秋の味覚楽しみたいと思いますが、はい、時和館の松茸はもう終わりです。実は国産松茸の食べられる季節は短いんです。本当ですよね、地域によってなので、本当にあの地元で採れてるっていうのがこれ証明できると思うんですけど、そんなに長い時期に採れるものではないんですよね、うん、で今年は豊作だったのですが、もう松茸終了、土瓶蒸し付きコースの予約が入っているお客様用に冷蔵して残しているだけです。松茸はまた来年のお楽しみになりますということです。時和館での松茸は終了です。情報その2、長野県民支え合い信州割スペシャルの残り、また出てきましたね、うんうん、その残りなんですけれども、はいはい、お一人様5000円引きでさらに2000円分のお買い物券がついている、信州割スペシャルなんですけれども、うん、長野県内が対象となっている旅館の大小に関わらず、はい、各旅館1200名ずつ割り当てとなっている、これあの企画なんだそうです。私ね計算しちゃいましたよ、1200人でしょ。さすが理系ですよ、ひろみさん。すいません、いつも、ね、ごめんなさい、あの計算する女性、めっちゃ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 計算しちゃったんですよ。朝日新聞かひろみさんかってくらいですか。そんなことないんですけど、あんまり得意ではないんですけどね、はい、そう1200人分でしょ。それで、まあ、この宿泊料いくらで、うおーとか思って、これは中規模の旅館の中でも小さめな方の時和館の場合、1200名分の割り当てなんてこんなにたくさん使い切れないよ、申し込みないよと思っていたら、予約の時期が延長延長また延長になった影響か、コロナも収まってお客様が増加傾向、もしかしたら12月の最後の予約、これ売り切れてしまうかもしれない、これはみんな早めに行動だね、うん、それとやっぱりお客さんが戻ってきたっていうのはもう時和館的にも潤うし、うん、やっぱりお客さんがたくさんいるのって元気が出るじゃないですか。やっぱね地域の人の流れがあるっていうのはね、うん、嬉しいですよね。コロナになってから人がたくさんいるとなんか怖いっていう印象が私の中にもあるんですけれども、うん、でもこうたくさんの人を見てると元気になれる部分もあるので、 そのこう微妙な狭間なんですけれども、うんうん、やっぱり嬉しいですよね。そうですね、はい、そうもしかしたら12月の最後の方には割り切ってしまうかもしれないので、予約の入った順に枠を押さえていきますので、ご予約される際はとりあえずお早めに枠だけ押さえておいてもらうのがポイントだと思います、はい、1万円以上の宿泊で5000円の割引がありまして、さらに2000円分のお買い物券がつきます。ぜひねご利用いただければと思います。今ね感染者さん少ないので、すいません、あのこれ独り言だと思って聞いてください。遊ぶなら今だと思います。まあね本当対策しながらね、そうです、それはもちろんです。そうそうそう、はい、ね、はい、ということでございまして、はい、時和館からの情報でした。ありがとうございます。さあということでございまして、スパヒロミのシングソングサクダイラのコーナーですが、ここでワクモニクイズ答えいきたいと思います、はい、さつまいもやしいたけの間にあるものは何。答えはもやしでした。もやし、さつまいもやしいたけの間にあるものは何。あーもやし、続けて文を書かなくちゃいけなかったんですね、はい、さつまいもやしいたけ、さつまいも一番昭和この方ラジオネームおたまじゃくしさん、おめでとう。すごい。はい、そして2番賞は東京文京区の純さん、おめでとう。純さん、すごい。3番賞はラジオの旅人さん、おめでとう。ありがとう、すごい。
けるか滑るかあなた次第。今週も行ってみようのワクモニクイズショー、答えは燃やしてファイナルアンサー。ボケてないな、ボケてな。ラジオネーム頑張れまこちゃんさん、ガチでもボケるもあなた次第。中村てっちゃんクイズでポン。答えは証拠隠滅、燃やしちゃえでファイナルアンサー。はい、 OK です。はい、ということで燃やしがキーワードでした。職場で家庭で楽しんでみてください。はい、ね、さあひろみさん行きましょうか。メッセージ残り11分ですけど、リクエストを含めるとあと6分ぐらいかな。そうですね、行きましょうか。はい、ラジオネーム、はい、はい、ひろみさんから言ってください。はい、ラジオの旅人さん紹介しますね。はい、諏訪さん、中村さん、全国はくもにファンの皆さん、寒くなりましたがコロナなどに負けずに、せーの、おじゃったもんです。おじゃったもんせだよですって来たよ。週末報告です。今週末充実していたようですよ。あ、先週末っていうのかな。終わったじゃん。金曜日から振り返りたいそうですよ。振り返ってください。ねえ、故障中だった自転車を取りに行ってきた後、エコー検査で上田の病院でした。最近コロナの影響で自転車が故障だったため運動不足気味だったので、自転車復活したこの際に運動しようと思います。頑張れ。いいと思う。そして土曜日、前橋競輪ちょっとやりつつ、小丸駅近くの新しい公園ビオマルシェという自然食をテーマにした単発イベントやっていたので行ってきました、うん、人気スーパー鶴屋本店のオープンセールも行きました。これいいですね、鶴屋さん。鶴屋さんね、結構あそこはあれだよね、あの本当にまとまってますよね。あの小物がね、コンパクトに楽しめる、ね、街歩きが楽しめるんじゃないかな、あれな、ね、ぜひ行ってみてください。本店ですよ、あそこが有名な釣り屋の。 あそこが本店なんだ。そうなんですよ、すごい。もう行ってみましょう、本店ですよ。ここ、ね、あのぜ、あ、でもちょっと言い過ぎるといけないな、これ時和館の情報番ですからね。時和館さん、レッツゴー。そうですね、テンテンテン。日曜日行っちゃいますよ、日曜日は来月からうちの親が人事異動で市内からちょっと遠くへ移動になるため、場所を確認した後に僕の2ヶ月遅れの誕生会その2、え、2回目ですか、地元のとある焼肉店でやりました。いいな、生歌リクエストもいただきましたよ。寒い夜だから歌っていきたいと思います。いや、充実した週末でしたよね、はい、ありがとうございました、うん、はい、いきますか、こっち、はい、はいはい、じゃあビールが命の母 A さん行っちゃいますよ。はい、ひろみさん、中村さん、おはようございます。今朝は冷え込みましたね。寒かったです。このところジェットコースターのような日替わりの気温差に服選びも思案する日々です。お、さて私は先週月曜日は福島にいました。福島に行ってたんだ。目的は原発で被害を受けた地域の10年経過した様子を自分なりに理解したいと思っていたからです、うん、これまで震災後にいわき市や2度訪れていましたが、うんうん、訪問した浪江町役場の方のお話では現在の帰還町民は2割にとどまり、うん、さら地は帰還を諦めたり長く空き家になっていたために野生動物に荒らされて住める状態で亡くなったために取り壊したためのさら地だと知り、宮城や岩手の津波によるものとは違う事情も分かりました、うん、浪江町内では建物の外観は綺麗なのにカーテンは閉めたままで、明らかに人の暮らしが見えない家も数多くありました、うん、常磐道には放射線量を伝える電光掲示板が建てられていたり、大熊町では二輪車通行不可の表示があったり、環境省除去土壌運搬車と表示されたダンプカーの列を何度となく見かけました。今回も実際に足を運んで分かったこと、そして見た目の復興は進んでいても実情との違いを感じてきました、うん、現況を伝える映像や被災地で暮らす人々の声に触れる機会もほとんどなくなっているからこそ、うん、これからも関心を寄せ続けて訪れたいと気持ちを新たにしてきました、ね、まあ、こういう行動がね本当立派だと思います。そうですね、いや、あの貴重なお話をありがとうございます、ね、これでまたちょっと一つね、うん、あの気持ちを切り替えて私も ね、あの意識を持っていきたいなと思います。本当です、うん、やっぱこうね、はい、こっちに来たばっかりの頃っていうのは本当にちょっと心が正直疲れていて、私福島県のアナウンサーだったんですけどね、うん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 、もう本当にねしばらくの間福島に行くっていう選択肢がないぐらい、うん、っていう状況はありましたけど、やっぱりこう大人なんだろうな、このビールが命の母 A さんの、うん、その毎年送ってくださるね、被災地どこどこに行ってきました、どこどこに行ってきましたっていうのでね、うんうんうん、あの気持ちをねずっとつなげることができてるんですね、うん、その間にこの10年の間にね、うん、あの本当に大切な方を亡くして福島に遊ぶ 足を運ぶ機会があったりとかする中で、うん、はい、ちょっとねまた
まとめてね、東北地方、そうですね、もうお世話になった東北地区ですからね、機会を見てね、いつか行けるといいですね、私も思っております。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、他にはどうでしょうね。はい、ファファさん紹介しますね。はい、FM 速である今お聞きのリスナーの皆さん、月曜日といえば新春の歌姫、私のことかしらすスワヒロミワンです、私のことだ。そして我らがてっちゃん、元気ですか。いやほまる、今日もよろしくお願いします。秋感じますね。どういうこと？秋感じます。いや今日ですよ、きっと今日。あ、今日 ね、うん、はい、そこで今日の生歌ソングリクエスト、小さい秋見つけたということで、後で歌っていきたいと思います。ありがとうございます。はい、はい、それじゃあね、早巻きでいっちゃいますよ。はい、行きましょう。ね、歌い終わった後1分半ぐらい残せる、ひろみさん。残せなかったら頑張れまこちゃん、先に行っちゃおう。残せない、頑張れじゃあ頑張れまこちゃん、行っちゃおう。はい、行っちゃおう。諏訪さん、中村さん、そしてサンドの飯よりワクワクモーニングというリスナーの皆様、埼玉県川口より今日も元気に、はい、おはようございました。ました。はい、ちょっとチクッとしますよと言われたかと思ったら、食い気味にワクチンを打たれ、一瞬すごい顔になったまことくんであります。これね、僕の場合はどうだったっけな、あの女性の先生でしたね、打ってくれ。もう気がついたらね、終わってたって感じでした。うんうん、はいはいって言う前に打たれたっていうあれテクニックですよねかもしれないね。週末これだけはやりました報告、うん、嫁さんがお気に入りの千葉県内にある大型スーパーに1週間分の食材を買い物に行き、帰宅してみれば、うん、ワクチン接種の予約時間の40分前、うん、急いで会場へ。再び帰宅後は僕のリクエストで大量の千切りキャベツとネギ、豚肉を準備して CM でやっていたエバラの鍋しゃぶと締めにうどんを入れて食べるという晩御飯スタイル。あ、いいですね、美味しそう。鍋がそれなりの大きさだったので、嫁さんと子供たちを先に食べさせて22時に帰宅予定、うん、バイトでいなかった娘と2人で鍋をつついて遅めの晩御飯を食べました。いや、いいな、娘。いやー、でもあれだね、あのそうだね、もう22時に帰ってくる年齢になったんだなってね、本当ですね。一人で鍋ってさすがにかわいそうじゃないですか。そうだね、いや俺って優しいなっていうより、娘に嫌われたくないからへこへことごまを吸ってるだけなんです。いやでもこういう姿勢はね、あの父親としてあのやっぱ大切、触れ合いを持つってね、もうねやっぱいろんな先輩として教えていただきたいな。ね、ラジオネームキキちゃんさん、はい、今朝は孫ちゃんのおこもりに主人が出動、なかなか熱咳が収まらないのでたびたびの出勤になるため、シナ鉄利用で小諸駅まで送っていきました。あ、そうですか。いきなり手と手嬉しいさっき流れてましたけどね、あの作詞からのお知らせなんで今日は2回流れますよ、週末は土曜日は2つの仕事があり渡り歩きました。時間に間に合うかな、忘れ物ないかなと心配してましたが、無事に終わりました。さすが。日曜はリモート研修、午後はお掃除買い物、夕方には薄暗くなるので気ぜましいです。充実だな、ね。そしてこの曲をきっかけにリクエストいきたいと思います。ラジオネーム、はい、はい、八丈島のきょんさんです。はい、あー、昨日は名古屋で那須単身さんの個展へお邪魔が山田くんしてきた八四だよ、やほまるやほまる、お邪魔してきたってことだ至近距離で繊細な部分を見て驚き、少し離れて立体感を感じてこれまた驚き、素晴らしい芸術に触れてきました。うん、聞いてるかなこれ、聞いてるかな、聞いてないんじゃないかな、聞いてるかな、うん、その後大名古屋ビルジングの行列のできる仙台牛タンの店行きみんなうまそうなものを食べている、大名古屋ビルジングに仙台牛タンっていうのあるんだな、ね。パクパク、恋人ちゃんが個展の写真撮っといたらよかった、戻っていい、でも写真撮ってもいいのかなというので、とりあえず戻るとオペラ歌手のライブが始まっていてこれまた驚きました。あ、なんか縁のある方にあのコンサートやるって言ってましたもんね。なるほどね、なるほどね、素晴らしいイベントですよね。諏訪さん、あの素晴らしい愛をもう一度オペラ調で歌って。あの素晴らしい愛をもう一度オペラ調、え、オペラ調、あの素晴らしい愛をもう一度みたいかな寒い夜だけはあなたを待ちわびて、どんな言葉でもきっと構わないから、誰かさんが誰かさんが誰かさんが見つけた小さい秋、小さい秋、小さい秋見つけた、あ
秋の夕日に照る山もみじ、恋も薄いも数ある中に、青い空がお日様に溶ける、気持ちよく歌っていただきました。すいません、生歌リクエスト、はい、月曜日の楽しみですが、メジャーデビューしているひろみさんに皆さんリクエスト送ってください。よろしくお願いします。はい、この時間は時和館の提供でお送りしました、はい、さあひろみさん、5秒で一言。はい、今日は南ヶ原に教室に行く諏訪ひろみです。みんなも寒いけど頑張ろう。はい、ワクワクモーニング中村哲郎と諏訪ひろみでした。この後は有美さんです。聞いてね、続きて